今さら人に聞けないアバウト雑草図鑑なのだ。美味しそうなブドウがなっているのだ。これはブドウではないぞ。これは洋酒山ごぼうだ。ごぼうか。いや、名前にごぼうが入っているが食べられないぞ。どうして食べられないのだ？毒があるからな。毒があるのに名前にごぼうっておかしいのだ。確かにごぼうという名前に引っかかって毒を食べる危険もあるな。事故を防ぐために解明した方がいいかもしれん。それじゃあこれからは毒ごぼうと呼ぶのだ。毒のある植物は山ほどあるから、全部に毒をつけてたらキリがないけどな。